マリサ、今回は、これからウープ主が作ろうと思っているゲームを率直に言うわね。ああ、聞いたぜ。ウープ主、地元広島から普通1円切手で週刊少年ジャンプの閉じ込み応募に応募したそだうね。ジャンパーが Windows と同時性能だったら良いが。ウープ主、いわく1円切手しか知らなかったそうだよ。だからウープ主もネットで調べたけど、ほとんどの切手がネットだと1円、普通切手が300円とかなの。東京ならそうなのかな。わからん。少なくとも最低賃金は、どの都道府県もそんなに差がないからな。東京なんか1041円で、広島が899円だから、そんなに差は、ないからな。そりゃ2000円差だったら、違うかもしれないが日本郵便は、もともと、公務員だしな。わからん。まあ、ウープ主は、ジャンパーが Windows と同時性能。つまり Steam が使えたり、Chromebook の時とは、また違うからな。Chromebook。あやパソコンというよりは、無能 iPad に近かったな。Steam は、使えない。また CM の情報とは、違って全然、安全じゃないことが後から分かってな。ウープ主は、ゲーム作りたい一心とどれだけ趣味の範囲内で結果、あまりにも進んでいない。その後、ウープ主は、本気で作りたいとそのゲームを売り、さばく感じで作っていかないとダメだった。ウープ主は、障害者だから給料が日本では、半分ぐらい少なくなる。それ以上も障害者、年金も広島の人なら知っていると思うが、河合さんに関係しているのかは、知らないが少なくなっているのだ。つまり政治からによって、おもらの人生に大きく関わっているがあまりに期待できそうもないが。まあ、でもウープ主が知りたいのは、そっちじゃなくてだな。ジャンパーにSteamが使えたりするのかどうかと1円普通切手の問題だな。ちなみに仮に届いたとしてもSteamが使えない場合、広島の人なら知っているエディオンに即売却するが残念ながら1円普通切手で仮に届くのかどうかもウープ主はネットを使ってもそういった関係する情報は調べられなかった。これまでの経緯を簡単に言うわね。ウープ主は、高校の時、特別支援学校の学生だったの。Chromebook を卒業したら案の定、ゲームエンジンのアンリアルエンジンどころか Steam でさえ、使い物にならなかった。そこで視聴者さん、お願いだ。私、主演のゆっくり、キングスキングダムの時間を次回からできる限り伸ばすから何か知っている情報をコメント欄にとりあえず書き込んでほしい。いたずらコメントは今回なしにしていただきたい。視聴者の皆様にお伝えします。本当は実況動画を昔みたいに出したいのですが、趣みたいな低クオリティの実況者でもジャンパーでゆっくりムービーメーカーがダウンロードできたら PC ゲームの実況はそちらにしたい。このスマホは容量がパンパン。Chromebook は中作業用として使っているのでできれば同じ日本人としてお名返上いたしますのでよろしくお願いいたします。ゲームもできればスマホ用と PC 用に出します。Android、iPhone 対応にさせていただきます。コンセプトとしては、スカイリムなどのオープンワールドで何でもできる。無双シリーズみたいにいろんな武器が登場するなどなどを計画しております。おそらくウープ主、一生のお願いを視聴者にしていますがその分、見返りも大きいです。ぜひ、知っている情報やオープンワールドのゲーム作るんならこれがいいなどじゃんじゃんコメントしてください。お願いいたします。次に実れば PC で実況させていただくゲームは、KENNSI、マウント&ブレード2、クルセイダーキングス3、HIO4 などです。
次は、PS4 にも出ているゲーム。ARK、スカイリム PC 版、シティズスカイラインです。おそらくやるかは、不明ですが、エルダースクロールズオンラインも多分、やるかもしれません。ただし、ウプ主のお財布と相談します。おそらく最初は、クルセイダーキングス参加、マウント&ブレード2です。おそらくウプ主は、物語を書き上げるのが得意なのでこの二つだと実況しやすいのかな。まあ、操作に慣れるため、テストプレイが先ですがこちらもできる限り調べておきますがウプ主は、知らないことだらけなのでとりあえずコメントで教えていただいてあげると幸いです。こんな低クオリティの主とおそらく付き合うのも疲れるでしょうがウプ主は、過去から逃げたくは、ないタイプの人物なので、健やかに付き合っていただきたいと思います。ちなみに、できるならジャンパーをすでに持っている人からコメントしていただけたら幸いですが、